はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。5月もね、後半に入りました。16日でございます。雨ですね、今日はね。ちょっと涼しいみたいですね。17度ぐらいまでしか上がらんということでですね、半袖を着たんですけどね、上っ張りを着てですね、こんなんで風邪ひいたらつまらんですからね。で、家を出てですね、さっきですね、10分ぐらい前、11時15分ぐらいですか、に事務所に入りました。特にね、大きなニュースがありませんね。今朝も新聞をちらちらっと見てきましたけども、まあ、世の中あんまり動いてないということでございました。今日もまたね、ちょっと同じような話をさせていただきたいと思うんですけど、今年はね、75年目ということになりますね。日本が大きな傘下にあってからですね、その17年後にね、私生まれてるんですよ。だからね、私の親の世代は経験してるんですね、実地にね。父親はシンガポールに行ってましたね。軍属という、まあ、あれですね、ソルジャーではないわけですね。なんて言うんでしょうね、まあ、石油関係の一応専門家としてですね、シンガポールに石油が集まって、また日本に送り出す基地があったもんですから、そこで、仕事をしてましたね。母親は15歳でですね、大阪の大空襲に遭ってますね。で、うちのですね、母方の田舎が奈良の吉野というところなんです。5年ぐらい前にね、久方ぶり、30年ぶりぐらいにね、その親戚のお家へ行ってですね、で、私のいとこの奥さんといろいろ話してまして、奥さんがね、熱心な方でね、年齢僕と一緒ぐらいなんですけど、馴染もうとしたんでしょうかね。もうこのお子さんも3人いて、あれ、一生懸命その嫁ぎ先であるその吉野のこうことをね、調べてね、勉強してはるんですよ。まあ、親戚がどんな親戚がおってね、どんなことがあってみたいなことをね、熱心に嫁さんやなと思ってほんで話を聞かせていただいたらね、そのまあ吉野っていうのはどうでしょうね、大阪からね、大阪の難波あたりからね、電車で1時間ぐらいかかるんですよ。まっすぐ行ってね、もうちょっとかかるのかなとりあえず田舎なんですよ、えらい田舎で。山あいのね、吉野川という川があって、その両側にちょっと平べったいところがあるんで、そこにわーっと人が住んでるようなところでしてね。で、その大阪で大きなね、空襲があった時に、吉野の山から見えたんですよ。向こうの方の西になるんですけど、西の方の空が赤いなぁと、大阪どないなってんね、どうなったんやみたいな話になって、それでね、その翌日にね、もう電車も全部止まってるでしょ、翌日にね、ポソッポソッポソッとこう道歩いてきはるんですって、人がつまり吉野の出身者がもう家も焼かれてですね、まあ木の幹のままかなんか知らんけど、手回り品だけ持ってですね、持ってるものだけ持って、子供がいる人は子供の手を引いて、お年寄りがいる時はお年寄り担いでですね、田舎の吉野目指して、ね、逃げてきはったんですよまあね、田舎に行けば別にね、貧しいでしょうけども、植えるということもございませんからね、吉野お米はそんなに取れないですけど、畑はありますからね、今でも食うときゃいいわけであって、死ぬことはないと。ということで、うちの母方の親戚はみんなですね、吉野に逃げたそうでございます。で、そんな話を聞きながら、ああ、偉い目やってんなと思って。うちの母はね、15歳の時にね、大阪の弁天町というところに住んでたんですけど、その時にはですね、近くの川に這いつかってしのいだと言うてました。家は全部焼かれてしまったそうですね。まあそういう日本人はね、そういう目に遭っているんですよ。遭っているからね、こういうことになってね、こういうことっていうか、もう戦後ずっとそうですけど、75年間ね、アメリカに守ってもらって、この地球上で存在し続けたわけなんですよ。
で、まあ、アメリカに戦後は助けてもらってですね、まあ、戦争した相手ですけども、援助を得てなんとか飢えをしのいで、で、その後はですね、アメリカと仲良くしながらですね、国をですね、盛り上げて、盛り育てていきたというか、あれですね、華やか繁栄に導いてきたということです。で日本人、私なんかはそういう話を聞いた世代ですんでね、もうこれアメリカだけは逆ろうたらあかんと、あれですよ、私は同志社大学の時にはですね、外交史というものを勉強させていただいてですね、その日米関係史っていうのも一時やってましてですね、その1941年の12月8日に至る経緯というものもですね、そのまあつぶさにこう調べ上げてですね、それでレポート書いたり論文書いたりしてたんですけども、その間の経緯もまあ調べてね、その当時の日本の指導者たちがですね、どういう苦しい思いでですね、あそこに至ったかということも、まあ、およそ理解はしたつもりでいるんですけどね、もうつくづく思うのはね、いや、やっぱり やらん方がよかったと思いますよね。そんな日本人からすると、今のね、中国の方、中国の、まあ、国、あるいは政権が取っている政策というものは、まあ、あれでしょ、アメリカと、まあ、対決っていうか、それをその緩和しようとはしないで、まあ、自分たちの主張もしっかり言うんだというふうになさってるように思えるんですね。で、どっちの言い分にね、理があるかって言ったら、もう旗で私らアメリカでも中国でもない目で見てますから見えてくるんですけども、どう考えてもね、中国側に理はないんですよね。でそのことにも今や世界全体が気がついてしまったと、まあ、ロシアとか除いてああいうところは除いて、世界全体が、ああこれまずい、あんなちょっと変なこと言うたはんなとか、あ隠さはったなというのがもう見えてきてるわけでしょう。でその、まあ、ルールを無視して、まあ言い方悪いですけど、ずるいことをして、今までその経済を発展させてきたようなところがあるし、ちょっと不都合なことがあると、ものすごく子供っぽいやり方で、反発をしたりですね、なさるので、こんなことありましたよね、10年ぐらい前ですか、ノーベル平和賞が中国から出たときに、それ出すなというふうに、ノルウェーに圧力をかけて、ノルウェー政府に圧力をかけてもしゃあないやんと、あれは平和賞委員会という、まあ、民間団体が出すもんであって、政府は介入できないという、こう西側では当たり前の仕組みなのに、それに、まあ、気づいてるのか気づかんふりしてるのか知りませんけどね、ノルウェーから鮭の輸入を止めるとかってやってましたよね。まあ、そういう子供っぽいことをね、何かというとすぐになさる国やんかと。いうふうになってきているわけであって、いかにもまずいですね。言い方をするとですね、虎の尾を踏むという、アメリカとだけはね、対決する構造になってはいけないんですよ、国際関係において。そういうね、ことをね、我々は身にしみて分かってるわけですよ。私は親から聞きましたからね、それをね、そういう話を聞いて。散々聞かされて、あの世代みんな言いますもん、もう絶対あれはもう一回やったらあかんって、いやそれはやったらあかんでしょ、だからいや、やらんようにやらんように持っていかなあかんのが我々の世代以降の使命であると僕なんか思ってるんですけども、まあでもただね、その平和平和平和って言ってたら平和になるわけがないわけだって、その平和を崩されるように日頃からですね、いろんなことをせなあかんと、その中にはですね、こうよその国に舐められないようなね、強さを持つというのも一つちゃうのというふうに僕なんか思うわけですけど、まあそれは置いといて、こう私から見てるとほんまに今のね、習 CGP さんですか、もうちょっと考えなさいよと、そっち行ったらあかんでって、そっち行ってね、待ってるのはね、焼け野原ですよと、まあ、焼け野原にならへんとは思いますけども、最終的にはそこまでね、
なる可能性がある道なんですね。そっちに行ったらかーんと、もう僕なんか心底思うんですけどね、分かってはらへんなと。でも現に今ね、ものすごくねまずいことになってるわけなんですよ。アメリカではね、もう10万人というのがもうほぼ確実でしょう。もうトランプ君、もう誰が見ても激おこぷんぷん丸でしょ。なんかせんことには収まらんわけであってですね、そのなんかはもうし始めてる可能性もあるわけであって、しかもトランプ君ね、選挙に勝たなあかんでしょ。だから弱い大統領にはなれないんですよね、今からね。で、多分アメリカ人は今も100何万人もね罹患してますから、このまま行ったらね、親戚の誰か、友達の誰か、同級生の誰かが亡くならはったという人がもう、ほとんどアメリカ人の7割8割になってくるはずなんですね。そうなったらね、そんな方々、なんでそうなったんやって、誰が悪いねんっていう話になっていくわけだって。もうだからね、今からね、もうそんなね、こう負けへんでというポーズはねやめなさいよと負けへんでと違って、ちょっとだけ堪忍してなとか、うちにも事情があんねんと、そっち系で言ったらええのにね、ほんまにあかんで、それほんまにと、今の CGP さん、頼むわと。もうこう日本にとってもえらい迷惑なんですよね、あれやられると。はい、と思いながら今日はね、電車に乗ってね、そんなニュース見ながらね、もうそんなニュースばっかりですやん、あの2つがこうキャン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 やってるっていう、ええやんと、頼むわと思ってる、まあぼやきのネタでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。